はい、皆さんこんにちは、あみです。今日はですね、ずっとねちょっとまたやりたいなと思ってた5分メイク、5ミニッツメイクアップを今回ねやっていきたいと思います。はい、またやりたいな、やりたいなと言いつつ全然やっていなくて、ちょっとね久しぶりに挑戦してみようと思います。で、今回こんな感じでちょっとね箱に化粧品をいろいろ用意してきました。5分に勝つためにまず用意したのがクッションファンデーションです。エスパーのリアルアイパレットのピーチライク、これももう大好きで最近毎日使ってるんですけど、こちら私が大好きなチーク、マックのシアートンブラッシュの新シアっていうカラー、ひたすらボリュームを出してくれる、こちらケイトのボリュームラッシュフォームっていうケイトのマスカラ、これ本当に一発でね、あのボリュームめちゃくちゃ出してくれるので、緊張する、大丈夫かしら本当平気かしら、いや久しぶりだからちょっと緊張するな。アラームかけてやっていきたいと思います。5分に設定したので、緊張する、スタート。まず下地、これはエスプリークの皮脂崩れ防止下地です。でクッションファンデーション、ちょっとあ、やばい30秒経った。まあでもとりあえずこんな感じでやったらコンシーラー、大丈夫そう。あ、で今日ねちょっと説明し忘れちゃったんですけど、二重についてはあの時間が食うのでちょっと先に二重は作ってます。いやでもね本当ね最近あのハイフやってから肌の調子がめっちゃいいので、それも気に入ってます。はい、でフェイスパウダーで一番時間がかかるアイブロウです。あ、ブラシどこ、3分しかない、ちょっと待って、あればいいよ、あればいい。ちょっと眉尻はちょっと黒で、え、ちょっと待って、やばいことになってない、大丈夫、ちょっと大丈夫だとしました。あ、ちょっと眉毛すごい時間かかっちゃう、あみダメだ、アイシャドウやります。なんでもいいか、やばい、あと2分、30秒、でちょっとハッシーズも持ってきたのでちょっと締め色ね、見えてない、ちょっと近づこう。で、ここのキラキラ、あと2分、で、このシャネルのやつでキュアアイラインみたいな感じ、とりあえずここだけとりあえずできてたら目はある程度マシに見える。ちょっと待って、やばい、思ったよりやばい。え、ノーズシャドウ入れます。私の中で大事なノーズシャドウ、
私は5分後にメイクを完成しないとクビになるっていう設定でやってます。あと1分、ちょっと待って、マスケレメスケレ、チークの位置やばい。あ、16秒、16秒、ちょっと鼻だけ。あ、10秒、ちょっと待って、時間ある。今年一忙しかったんだけど、ということで5分メイクはこんな感じです。なんか思ったより何にもできなかったかも。なんかね、本当はまだこの使ってないのがここに入ってるんだけど、いつもやる工程としてはね、ノーズシャドウのグラデーションを作るっていうので紹介したこのアイシャドウなんだけど、本当はもうワングラデーション作るのね。あとアイライン引いてないんですけど、アイラインが引けてない。あと眉毛ね、本当はこの眉尻いつもこの細いブラシで黒でねピーンって描くんだけど、それが描けていない。あと粘膜もねアイライナー引けてないし、あとこちら最後のねワンベールいつも顔全体にやるんですけど、それもできてないし、あとシェーディングがねできてません。どうですか？アイシャドウの粉飛びがすごいね、ここ。シャネルのあの黒いアイシャドウ、暗めの締め色を際に塗ってって、その粉飛びがここがね、すごいことになってるのと、あとここ、黒いアイシャドウをね、ここに一回ブラシで置いた時のここがぼかせてないね。でもなんかベースとかは本当にちょっといい感じに綺麗に仕上がってるし、ノーズシャドウもまあなんか形はあんまり満足できてないけど、まあできたからまあそんなにねあれなんだけど、私が今の状態で本当に一番気になることといえば、眉毛のマスカラをやってないことが一番気になります。あとやっぱ左右形がちょっといびってんね。まあ、でも遠目で見たら全然大丈夫。なんかあの本当に時間がなくて、だけどなんか化粧はしたいなっていう時、このぐらいだったら全然外は出れるし、あの人前に出てもまあ別に恥ずかしくないメイクではあるぐらいの仕上がりです。ただ漏れたなっていう気持ちは0ミリあ、なんか今日漏れたなみたいな気持ちは全然0ミリなんですけど、まあいいんじゃないですかね。でも5分でこのメイクできて出かけられるんだったら、まあすっぴんよりは全然いいかなっていう感じですね。はい。ちょっとさ、なんだっけ、私5分メイクまずやったことあったっけっていう感じなんですけど、今まで10分メイクアップ、5分はやったことあるかな、確か。多分やったことあるんですけど、すごい昔にやった、多分それこそ本当に18歳とか19歳の時とかにやったと思うんですけど、その時よりはだいぶ進化しているんじゃないかなって思うし、なんかレベル上がったんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。はい、これが最新の26歳の5ミニッツメイクアップでした。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。まあでも10分メイクアップ、10分メイクアップだったら、多分アイテープ貼るとこから、
始められるかなっていう感じかな。うん、まあ全然いいわ。これだったら私はどこにでも行けますね。